現在、通常動力型潜水艦で、最強との説もある海上自衛隊潜水艦ですが、実は、原子力潜水艦よりも優れているなんて話があるのをご存知でしょうか。日本でも、原子力潜水艦建造という声が多数あったのです。今回は、大鯨型潜水艦3番艦沈鯨、収益間近で、日本の潜水艦は、世界でどの位置にいるのか。詳しく見ていきます。リチウムイオン電池を世界で初搭載し、原子力潜水艦にも負けない機動力。日本は、機動力と静粛性はあり、もはやトップ。昨年2023年9月には、1988年から1996年までの間、週刊モーニング誌に掲載され、合計32巻が刊行された会話口海事氏の人気コミックス、沈黙の艦隊が、実写映画として公開されて話題を集めた。沈黙の艦隊は、主人公ら日本の海上自衛隊の一部の隊員たちが、日米の協力によって建造された同体初の原子力潜水艦を、仮想の国家と称して活動、世界の軍事情勢に一石を投じる内容が特徴と言えた。現実の海上自衛隊はといえば、当然、原子力潜水艦は保有、運用しておらず、最後の防衛計画の大綱、2022年末に、国家防衛戦略へと、名称を変更となった2019年度からの体制の構築を進めている状況にある。この30期の防衛計画の大綱において、海上自衛隊の主要艦艇は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻という目標が掲げられており、最後の哨戒艦は、その名の通り、主として、中国からの圧力の増加を反映し、新たに設けられた艦種である。哨戒艦は、いわゆる護衛艦のような水上戦闘艦とは異なり、小型、高速で、基本的には、兵装と呼べるものは機関砲程度であり、南西諸島方面を中心に、増強著しい中国海軍や中国海警備局の艦艇、船舶の監視任務の強化を図ることを期としている。護衛艦54隻が、海上自衛隊の水上戦闘艦の主戦力であり、2024年時点では、その最上位に位置すると考えられているのはイージス護衛艦であり、現行で8隻、今後2隻が新造されることが、防衛予算の増額によって打ち出されている。そんな護衛艦の中でも、数の上で主力を占めると考えられているのは、最新鋭のモガミ型護衛艦であり、2022年に、1番艦の、モガミ、2番艦、熊野、3番艦、の城が相次いで実戦配備され、2027年3月までに、合計で12隻が就役する予定である。モガミ型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、初の艦種記号 FFM を付与された存在であり、従来のアブクマ型汎用護衛艦 DD を置き換えることを当初の目的として建造されたが、様々な新機軸を盛り込んだことでも知られる。このモガミ型護衛艦の最大の特徴といえば、ステルス性を大きく向上させることを目的に設計された、その近代的な形状にあり、シンプルなマストや対機雷戦戦いまでを包括し、機雷の敷設から除去までが可能な能力を与えられている。しかし、当初は、最大で、22隻の建造の可能性も伝えられたモガミ型護衛艦ではあったが、2023年には、12隻の建造で終了し、さらに、新型で大型化を施した新型の FFM を12隻建造する方向であることが、防衛省から発表された。主兵装となる VLS 垂直発射艦について、モガミ型護衛艦は16セルを装備。新型 FFM については、未だ具体的な数値の公表は行われてはいないが、大型化するとはいえ、そこまで抜本的な増加は、艦隊から見ても困難ではないだろうか。いずれにせよも、が、ミ型護衛艦が12隻、これに続く新型 FFM も、12隻の建造が予定されていることから、この2種で合計24隻を占める計算となり、護衛艦54隻体制の4割以上を占める主力艦となることは間違いないだろう。そして、冒頭の沈黙の艦隊ではないが、海上自衛隊の中核戦力たる潜水艦隊は、22隻体制を、
最新鋭のタイゲイ型の一番艦にしてネームシップたるタイゲイの2022年3月の襲撃によって達成、その維持が行われている。2024年1月の時点で海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制の内訳は、前々級の親潮型8隻、前級の総流型12隻、最新鋭の太平型2隻で構成されており、これに別枠で親潮型2隻が練習潜水艦として残されている。最新鋭の太平型が最終的に何隻を建造するのかという正式な発表はなされていないが、門も古い前々級の親潮型が、現時点で8隻収益していることを鑑みれば、その数までは建造が続くのではないかと考えられる。現行で、最新型の太平型は、前級である、総、流型をベースに、若干の排水量の拡大と改良を船体に施したものであるため、次級の新型潜水艦で、全く新しい設計のものが投入されるのではないかと見る向きが多い。現在実戦配備中の潜水艦3種は、親潮型が、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機、総、流型の前機が、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機と、さらに、スターリング機関、総、流型後期と太平型が、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機という構成を採用している。ことに、最後の、総、流型後期と太平型のディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機という機関部の構成は、実戦配備された量産型の軍用潜水艦の中で、日本が世界に先駆けて実用化したことでも著名である。リチウムイオン蓄電池は、従来の鉛製の蓄電池と比較して、高エネルギー密度である上、充電時間が短く、また反復使用に適しているなど、数多くの利点があり、燃料電池の性能が飛躍的に向するまでは、海上自衛隊の潜水艦の標準の座に君臨するものと考えられる。海上自衛隊の潜水艦は、現行の親潮型、総、流型、太平型の3種ともに、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射管を主兵装としており、ここから、89式及び18式超魚雷や潜水艦発射型の対艦巡航ミサイルであるハープーンブロック2を運用する。潜水艦発射型の対艦巡航ミサイルであるハープーンブロック2は限定的なガラ対地攻撃用途に使用することも可能であるため、すでに海上自衛隊の潜水艦もある程度の対地攻撃能力を付与されているということはできる。しかしながらハープーンブロック2は最大でもその有効射程は 250km 弱とされており、これは年々長射程化が著しい追艦、対地攻撃ミサイルと比較すると、心もとない点は否めず、以後は国産の長射程ミサイルの実装が待たれる形だ。ここまで海上自衛隊の潜水艦の使用を中心に解説を行ってきたが、これらはいずれも通常動力型の攻撃型潜水艦に分類させるもので、胴体の艦首記号では SS と呼称されており、国際的に見ても、その中では最大規模に該当する大きさを誇る。世界的に見れば、潜水艦を海軍の装備として配備している国はおよそ40カ国ほどと見られているが、これらの国の中で純国産で、潜水艦の建造が可能であるのは10カ国余りに過ぎず、兵器として生産の難易度が極めて高いことは言うまでもない。ただし、日本の海上自衛隊が通常動力型の攻撃型潜水艦艦首記号では SS に特化していることに比して、アメリカ、イギリス、ロシア、中国、インド等のいわゆる軍事大国たる国々は各種の原子力潜水艦の運用も行っている。アメリカ、フランス、イギリスなどの西側諸国では、潜水艦の機関部は原子力推進に一本化しているが、ロシア、中国、インドなどでは、通常動力型との併用を行っており、主として、それは、遠洋と沿岸によって使い分けられている形だ。種別としての原子力潜水艦を見た場合には、それは、大きく、核兵器の運用キャリアである、戦略型原子力潜水艦、SSBN と、
攻撃型原子力潜水艦 SSN と攻撃型巡航ミサイル原子力潜水艦 SSGN という3種に大別される。日本の海上自衛隊でも実証実験艦として VLS 垂直発射艦を装備した潜水艦の建造が報じられているが、攻撃型巡航ミサイル原子力潜水艦 SSGN の通常動力版とでも言うべき位置づけになるのではないかと個人的には考えている。この構想がどこまで実現されるのかはまだよくわからないが、今後徐々に明かされるであろう VLS 垂直発射艦の装備数、搭載する巡航ミサイルの用途、射程距離等によってその定義がなされるのだろう。